いう声の方がね、多かったですね。かな、まだね、読めてないです、ブブカ。広島まで帰って、本当に？ブブカの紹介文。え、なんかカノンめっちゃ褒められてなかった？紹介文っていうか。ね。すごい褒められてたくない？7日待ってます。それな、やがて菜の花が咲くと春と競い合って、いいですね。初恋の再会、わあ。やりたいことできず、ふてくされてくまで、こんな風に僕は壊れてゆくのだろう。教室の空気はよどんで、いつかこんな逃げ出したいって思ってた。ガラス窓なり続けるより、模範的に立ち振る舞い、御社の日を待った。髪切れの卒業証書なんか、自分の今の、あんた何だっけここ、見切れの卒業証書なんか、これから先の人生で役に立つものか。制服がこんなに重たいものだなんて、脱いだ瞬間今初めてわかったんだ。羽が生えたように心軽くなって、僕はもうどこへもきっと飛んで行けるよ。これから何が起きるのか誰も知らない、想像もできない未来には、こんないいことばかりじゃない、確かなものそれだけだ。葵ちゃんみたいに早生まれだったら歌えたのにね。でも私は制服の重さ好きですよ。制服に自由を奏でてたんじゃなく。カノンちゃん結婚しよう。カノン、あんまりそういうこと言われることないけん珍しいですね。誰かに足を踏まれ、でもさ、なんかカノンっぽくない？制服の重さ。カノンって感じ。痛みを感じて気づく、トゥ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 、ここかしわかんないですよね。あれも好き、なんだっけ、チュ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 チ
かるかのんちゃんって感じ。やっぱり私もそう思う。かのんに初めてお手紙書いてる、嬉しい、ありがとう。そうと、でもね、あ、そうだ、誰かと言いたいだ、青く晴れた空らみたいな、ドゥルドゥ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 ルルルドゥルルルドゥルドゥ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 、何かが足りない、ルル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 ルこれがゆっくりバージョンみたいな感じよね。歌詞全然出てこん、だからさ、なんかふわっとは出てくるけど、なんか間違ってたら怒られそうだからそう、振り付けがすごい可愛い。そう、誰かと言いたいだけ言えるんですよいろんな曲の振り付け、風の中さにってやつはあれです、風を見てるんです、出向のペロって舐めて、なんか舐めてこうやってったら風の向きわかるみたいならしい、あるんですよそういうのが、っていうのが風を待つにも入ってるんですけど、こうやってでも舐めるふりはなくて、ペロって舐めるふりがあるけど、よくなんか舐めてないじゃんって言われるけど、まあそういうふりなんですよ。思い出してよかった、それの振り付け好き。これね、思い出してるんですよ、多分。両手振りがね、もしも君とってやつがあるんですけど、もし君と巡り合わって、巡り合ってなければで、こう合ってるんですけど、片手振りしかみんないつも見ないもんね。じゃん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 、セントラルサビ、これか、めっちゃ難しいですよね。昨日振り飛んじゃったしね。アイドルダンスの歌詞を表現。え、わかる。え、なんかさ、なんかね、カノン的にはね、なんかこの歌詞の主人公の気持ちを汲み取って、歌詞の主人公の気持ちを汲み取ってダンスにしてる曲も好きなんですけど、そのフレーズを振り付けにしてる方がカノンは好きくて、わかる？そういうのなんかそんな気持ちわかる人いる？そんな感じなんです。日差しのようにあの日に戻れればいいのに、まぶた閉じてもここに僕しかいないよ。
あんな求愛ね、すごいね、みちゅかっこよいんですよ。キュッ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 帰り道に歌ってたんですけど、そう帰り道に歌ってたらね、カスカスだった。ペダルとかも結構そうかな。一体誰のために走り続けて、ふと疑問に思って立ち止まりたくなってしまう。こんな辛い虫が飼っているのかわからなくなるがわかんないって言ってるんですよ。わからなくなるで、これこんなここら辺でやってるんですけど、本当はここらこの頭の横でやるふりで、わからなくなるって頭のことがわかんないみたいな感じです。わからなくなるで痛んで楽地とかあるだろうが、道を開く本で道とかあるだろうっていうやつです。でくじけそうな時にはじゃん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 って音が入ってるからギター弾いてます。風を味方にして背中をは風を表現して背中を押されてるっていう振りです。こいで回ったで回ってる車輪をイメージしてるらしいです。ハートありがとう。です。メタメタ振り子完璧になりたい。夢力が一番簡単ですよね。ここむずい？こうするが、で左手をこう向けるじゃないですか。左手をね、みんなからみんなの左手ね、左手をこう上にね、いただきますのこう左手を上にして、右手をこう下にするじゃないですか。こうなるようにで、こんだけです。で次はこうなってるのをこう反対をいただきますとペコってする風にしてこうなるんですよ。それをこうしてこうこうです。でけん下に来たこうなってったらこっちの下の手がいただきますです。下の手がいただきますです。箱ダンスです。こう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 一回です。わかるかな。止めないけどつなぎがわかんないんだと思う、多分みんなわかんない人って。だからまあでもマイクの場合はこんだけです。まあ仮定を言うならここがこうなるよっていう、こことここにくっつけたままって感じかな。こんな感じ。まあでも雰囲気よねそういうのって。夢力出そうぜ、イエーイ。分からんやつあったら教えるけど、他って結構難しいよね
ちゃっくりみたいな喉が。目薬さしちゃった。なんか目薬、目がぼやけてっていうか、コンタクトがずれてさ。スースーするんだよ。どれ好きですか？これはカノンたちも片手ぶりしかわからないんですけど、誰かがいつか好きだと言ってくれる暇、誰かがいつか好きだと言ってくれる暇で自分の方見えないよね。百影響できる、あのね、ショールーム携帯になるよね。誰かがいつかって小指です。誰かがいつか、誰かがで2回です。誰かがいつか好きだと言って、好きだと言ってくれる日で、 D でトントンって2回です。誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで、ガシャガシャとトントン話すで、自分の方からで自分にコツンって一回して、自分の方から絶対告白です。自分の方から絶対告白、なんかなんかしないよ、いいよで頭と指を右にジョンってします。いいよです。誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで、自分の方から絶対告白なんかしないよ。わかる？カウントがいい。カウント振りはカウントで覚えるやつもあります。私は割とカウント派ですけど、これはね、もうカウントとかじゃないけん、多分やろうと思えばできるけど。1 2 3 4 5 6 7 8って感じなんで、多分歌詞の方が早いですね。シャカシャカトンです。自分の方から絶対告白なんかしないよ、だって突然膨らませてた。で、2回です。だって突然膨らませてた。で、ここで円です。顔の周りで。だって突然膨らませてた心の風船。心の風船。心の風船ですね。だって突然膨らませてた心の風船。ロの風船。ロの、だって突然膨らませてた心の風船が割れてで割れます。ロの風船見えるかな。ロの風船が割れてで小指からこうです。風船が割れてでしゃがみ込んじゃってで、しゃがみ込んでがトントンってしながらしゃがみ込みます。しゃがみ込んじゃってで、こんじゃってが起き上がります。こんじゃって立ちなおが、立ち直ってください。一回で立ちなおれないなんで、れないで足をバタバタしながら
首を振ります。れないで手をこうわーってできないってやりながら足をちょんちょんちょんってバタバタってします。立ち直れないです。わかるのかな。私も立ち直れないの振り好きです。って感じです。まあ最初の方はそんな感じです。相思相愛はカノンがこうなんでユミクがこうなんですよ。いけん、こうなるようにしてあります。どうしそう、危うき席に近いのかもしれない。なんでユミクがそうしそう、危うき席に近いかもしれない。じゃあ最初の方だけ、ここ途中までなんですけど、いきますよ。誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで、自分の方から絶対告白なんかしないよ。だって突然膨らましてた心の風船がバレて、しゃがみ込んじゃって立ち直れないです。手の形違います。男と、あ違う、男と女になるようにしてあります。交互に5人なんで。せーの。誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで、自分の方から絶対告白なんかしないよ。だってずつ膨らましてた心の風船が割れて、しゃがみ込んじゃって立ち直れないです。でした。覚えた方、まあいつか一緒にやりましょう。まだそのテンポ無理。嫁さんと娘が自分のこと不思議な顔して見てる。一緒にやったらいいんちゃう。そう、振りコピ講座してました。私も結構アイドルの振りコピとかしてましたね。出向結構難しいよ。出向あ、でもサビだけならいきますよ。僕らはスイフ、これ両手振りで説明すると、僕らはスイフしてるんですよ。ラワースイフだ、あ夢見る者たち、トントンってトントン、大切なこの願いに力を合わせよう。これ片手の方がいいのかな。ちゃちゃちゃ僕ら、ね、ちゃちゃちゃってちゃちゃちゃで、ここで左目でなんか地図見てるじゃないけど、なんか覗き込んでるっていうか、まあそんな感じなんですよ。船っぽくなってて、ちゃちゃちゃ僕らはスイフだ
スイフだ。あ、夢見る者たち、大切なその願いに力を合わせよう。お、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 で4回です。あ、夢見るだった。歌詞間違えてた。もうちょっと広くね使えたらね、全然ねいっぱい説明するんですけど、狭いんでね枠がね。暗闇の方が簡単かもしれないですね。暗はスイフだけ、片手で難しい人は絶対両手からやった方がいいかも。そしたらねカウントが分かるよ。暗はスイフだ、夢見る者たち、大切なその願いに力を合わせようです。ダンス5年やってたの？ジャンル違う。私もでもジャンル違うかな。誰のことを一番してる？難しいかな。誰のことを一番目に愛してるのか惜しい。そこらそんな難しくないですね。STU の曲はねなかなかの難しさ思い出してよかった。2番とかめっちゃ難しかった。移動が難しいですね STU のやつは。そう、さすがにあれですけど、なんだっけ、出向とかもね立ち位置30人なんであれなんですけど、振り付けが風を待つもそんな難しいかな。サビがそんなに。風を、これ可能なんで。風を待とう、この岬でもう少しで春来るはず。青い海に星が跳ねて気温してた船が風来るよ。I can't stop loving you、 止まらない。うん、どうなんだ、難しいかな。あ、レジスタンス難しかった。最後のサビですか？誰の最後のサビ？大サビ？風を待つ。そうそう、風を待つの最後の決めポーズは公園と鉛筆違う。立ち位置がね違うので。蜂の巣ダンス。頭になってついてここ。あれはね振りが難しいというか技術が足りなくて難しいなと思います。すごいかっこいいなって思います。すごいちゃんと踊れたら。あなたは私のすべて、この歌だけ。一人占めするためには邪魔する者たち消して、私だけの世界がいい。誰を殺せばいいのだろう。うちの声そばで、
そばにいて、そばに来てくれるけん、そばにいる人見るんですよ。そばで青い海はで前を見て、どんな時も優しくおおらかで、ね、優しくおおらか、淡い日差しの中の日差しで上見て、僕は願いを風に向かって叫ぶで叫びます。瀬戸内の届けようです。ダンス1回で覚えることある、うん、でもミュージックビデオ見てたら覚えるけど、それを何回見て覚えてるのか分かんないですね。でも私振り覚え悪い方なのであんまり覚わらないけど、覚わる人は覚わるんではなかろうか。背中を押すは2番の背中を押してるんで、ここじゃなくてここスタートです。背中を押す振りなんで、前しか向かねえはほぼフリーですあれは。サビぐらいですね。エンドロール難しかった。エンドロールマジめっちゃ泣いたもん。月が窓から降り、話しながら強さを見る、ああよなら手がかりもなく汗の場で待っていた。めっちゃ難しかった。ゴールラブいいですよね、かわいい。てて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 てかわいいよね。夢で見ていた君を知りたい、顔も名前さえもわからない、振り向くときに。かわいいよね。うざもね、そうですね。リバーとか難しかったか。明日はゆっくりできないです。だからね、メールも頑張って送るんですけど、ちょっと少ねえじゃんって思うかもしれないけど、ここしばらくっていうか1週間、ここ1週間1週間もあと3日ぐらいはちょっと待っててほしい。でも来週もかな、わかんないけど。うざうざうざ、待ってます、ありがとう。いつも爆笑、そんな面白いことは売ってたかな。かなちゃんドルフィンできる？いやーダンスね、習ってた時はねドルフィンやってたっていうか練習してたから、こ一回なんか発表会かなんかでやったことあった気もするけど、もうできないです。多分ね筋力が減ってる、体力筋力が減ってるんですよね、その時よりも。ドルフィンなん、ドルフィンかと思ってた。ドルフィン？今までで一番苦戦した曲ですか？野蛮な求愛かエンドロール。ムーンウォークできる？もうできないかな。サイドウォークがを昔練習してたんですけど、
もう今はサイドウォークもできないですね。難しい、サイドウォーク。すごい練習してたんですけど、もう小学校5年生とかの時の話なんで、もう無理ですね。メイゼロの日が続いた。わあ、ごめんね。本当に。マジでごめんね。好きだよ、みんな。だから、みんな、嫌いにならないで。嫌いにならないで、みんな。メール送るね。蜂の巣ダンスの僕と蜂の巣ダンスのやつはサイドウォークです。多分。でもね、振り起こしなんでね、正解かどうかわかんないけど。こんばんは。間違えた。1曲30分くらい。出稿とかなら、まああれですけど。送って、わかりました。待っててください。かのサイドウォークあんまりできやん もうできやんのような練習してるんですけど、あんまり上手ではない もう世界も覚えてない。でも振り起こしたことある。不協和音までだと振り起こしたことあるけど、でも忘れちゃった。足くじいてサイドウォーク痛くなかった。めっちゃ痛かった。なんかね、サイドウォークどころの問題じゃないんよ。もうね、歩いたら痛いけん、サイドステップとかけて、もう会いたかったの、きっと多分ね、自転車のステップすら多分痛かってやってないけど。やばかった。もうね、まっすぐ立てやんもんね。右足に体重をかけないと立てないくて。もうね、サイドウォークやべえと思いながら戻ってた。マジでびっくり。本当に。アホだな、自分って思いました。もうちゃんとそういう時に、なんか最近、怪我多いんですよ。誰かと言いたい 私の大好きな 大好きなフレーズ誰かと言いたい。トゥ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 
タララ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 ラタラララララララ、誰かと言いたい無限ループお菓子わかんない、誰かと言いたいだけ何かあれさ、3文字だったらさ誰の名前でも入りそうよね。あずさと言いたいみたいな、わかる？誰と言いたい会話カノンでしょ。朝配信は7時半からします。起きれるように祈ってて。あの後痛い。
ティ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 それな。カノンさん、ちょっとさ、気持ちに余裕がなくてさ、すごい今の配信の最初の方めちゃめちゃ機嫌が悪かったかもしれない。ごめんね。誕生日ます。いきます。13位、カノンのくまちゃんさん。12位、カノンし、ふくちゃんさん。11位、南米のえなつさん。10位、流通のおかみさん。9位、もんちゃんとみきのこぐみさん。8位、たっくんさん。7位、ほりみんさん。6位、たらちゅうさん。5位、なかのんさん。4位、たかやてんいちさん。ちょっと3位おいでます元気かのに会いたいから福岡航空大阪さんとし行くようさんと2位ひーちゃんさん1位つたちゃんさんでした。ありがとうございました。見えるかな。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。今4月やんな。もうね多分ねみんなね5月にね5月がね、まあ、4月2日なんですけどまだ5月が近づくにつれてねもう5月病とかってねあるじゃないですか。だからねみんなねうわーってねなる時期なので皆さん一緒に頑張りましょう。今日も一日お疲れ。明日も頑張ろうな。明日も7時半から配信します。おやすみー。みんな楽しくやろうね。おやすみなされ。